立憲民主党拉致問題決議から逃亡。11日に大阪府議会において北朝鮮による拉致問題の啓発活動を推進する決議案が提出され賛成多数で採択されておりましたが立憲民主党の会派は棄権し共産党が反対していたことが明らかになってしまいました。この北朝鮮が引き起こした直接侵略行為、戦争行為である拉致問題に関して 立憲民主党の立場が衆議院選を直前に固まりつつありますが、まあ、例えば、ウ川さんの暴言に関しても、明らかに立憲民主党の対応は甘いと言わざるを得ません。このような暴言が、例えば、自民党などから、まあ、政権与党側から、政府与党側から出た場合、もその場で議員辞職になるんじゃないかというレベルの、まあ、ひどい暴言になっておりますので、 立憲民主党には、まあ、このような北朝鮮が引き起こした直接侵略行為、戦争行為である拉致問題に関連する問題については、国民の皆様、有権者の皆様が確実に納得できる対応を速やかに講じていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました